こんにちは、CBB の久美子です。今日は物を買う、売る時の表現を勉強します。私は魚を売ります。私は鶏肉を買います。それでは私の後に続いて言ってみてください。私は魚を売ります。私は魚を売ります。私は鶏肉を買います。私は鶏肉を買います。以上で今日の勉強を終わります。ありがとうございました。